それでは今回はザ・シークレットについて解説します。一つ目が引き寄せの法則とは何か、二つ目がお金を引き寄せる、三つ目が人間関係の秘密について解説したいと思います。まず最初に、僕たちはたった一つの力で動かされています。それが引き寄せの法則です。ザ・シークレットの秘密っていうのは引き寄せの法則のことです。人生であなたに起きていることっていうのは全てあなたが引き寄せています。あなたが思ってイメージすることがあなたに引き寄せられてくるってことです。皆さんが考えていることが全て現実に存在して、それは力を持っているってことです。この引き寄せの法則を使えば、欲しいものを手に入れることができます。なりたい自分になることもできますし、やりたいことは何でもできます。これは大げさではないです。絶対に理解して引き寄せの法則っていうのを身につけてほしいと思います。過去の積み重ねが今です。じゃあ価値観を変えれば人生って変えられるってことです。今の自分を変えることもできます。今の自分っていうのは思い通りってことです。今の考え方を変えればどんどん人生は変えることができます。人生を変えたいなら今すぐ価値観を変えることです。考えることっていうのは全てその通りになります。思考は現実化するって本にある通りです。お金持ちっていうのは引き寄せの法則を使ってます。そうなることだけを考えていたんですよ。例えば学生の頃、みんなが遊んでいる中勉強し続けた人っているじゃないですか。医者になった方とかまさにそうです。そのようになるってことです。お金持ちの人っていうのは豊かさや富を頭に思い浮かべて、富とか豊かになることが彼らの思考の大半を支配していたってことです。富だけを考えていたからそうなったってことです。皆さんの中でこんな会社に入りたかったわけではないとか、こんな年収になりたかったわけではないとか、借金したかったわけではないとか、今の自分なんて嫌だとか思っている方は、まずは受け入れることです。一旦今の自分を受け入れること、全て自分で引き寄せているからです。それができればこれから変わることができます。引き寄せの法則っていうのは最強の力、変化を与えてくれる法則です。では引き寄せの法則の3つのルールっていう話をします。引き寄せの法則を実現するためにはこの3つを守ってほしいと思います。1つ目がお願いをするってことです。本当に欲しいものを選択してください。そしてそれを明確にすることです。起業したいでもいいし、年収1000万になりたい、今年結婚したい、公認会計試験に3月までに合格したいとか、明確でないと引き寄せの法則っていうのは欲しいものをあなたへもたらすことができないです。明確の定義なんですけど、期限とか数字を明確にすることです。いつまでにいくらなのか、自分の場合だったら月に60冊年に730冊やりきるって決めてます。何の本をやるのか、いつまでまとめるのか、いつ撮影するのか、具体的に決めています。なのでお願いするっていうことを絶対にやってほしいと思います。そして2つ目が信じることです。それをすでに手に入れたと信じなければいけないです。自分のことを信じられない人っていうのは目標を叶えることもできないです。自分を信じることです。すでに手に入れたと、できているものと信じ込むと、思い込むことが大事です。人間っていうのはイメージしているもの、信じているものしか引き寄せないってことがあります。そして3つ目が受け取るってことです。一度お願いをして、それを受け取ったと信じて、実際にそれを受け取れるってことです。例えば公認会計試験に合格したいってお願いをした、それを自分は受かるって信じた、そして勉強した、合格した、そうしたら合格証書を受け取るってことです。結婚したいんであればプロポーズで OK という、お金だったらお金を入金を受け取る、しっかりと受け取るってことも意識してください。続いて引き寄せの法則で大事な感謝の力です。先ほども伝えた通り、今の自分、今の人生っていうのはあなたが今までに抱いてきた思考の結果です。思考が行動を生んで、行動が習慣を生んで、習慣が結果を生みます。人生の全てっていうのはあなたの考え方や感情を変えれば完全に変えることができます。自分が今持っているものに感謝しなければ、さらに多くのものを手にすることはできないです。感謝の気持ちがなければ、思考や感情がマイナスを示すからです。それが嫉妬だったり、後悔だったり、不平不満、これらを感じていると欲しいものは手に入らないです。むしろ自分の欲しくないものが来てしまいます。後ろ向きの感情がいいものが来るのを邪魔してしまうってことです。なので今すでにあるものに感謝することです。人生で自分が感謝できる発見をし始めると、感謝すべきことは次々に現れて、永遠に感謝したいと思えてきます。今の自分に感謝することです。親だったり仕事仲間だったり、自分だったら出版社とか著者だったりとか、動画制作に関わるメンバー全てに感謝することが大事です。マイナスだと入ってくるものもマイナスになるってことを覚えてください。一方プラス思考の人、ポジティブな人にはプラスのことしか入ってこないです。
芸能人だろうがいろんな人でポジティブな人っていうのはもうポジティブなものしか入ってこないんですよ。一方ネガティブの人っていうのはどんどんネガティブになっていきます。なので批判とか悪口とか評論っていうのは時間の無駄だと絶対に言わないことです。今の全てに感謝することっていうのが非常に大事です。続いてお金の秘密です。富を引き寄せる方法についてです。人が十分なお金がない唯一の理由っていうのはこれだけです。お金が入ってくるのを自分の思考で邪魔しているからです。後ろ向きの考えだったり感情だったり気持ちです。お金っていうのは実際見えないところにちゃんと存在してます。たくさんあります。お金が逃げているわけではなくて皆さんがお金から逃げているとそれに近づくことを意識してほしいと思います。自分にそれが流れ込むのを止めているだけです。自分の思考でお金の流れを止めていると、お金が足りないという思いを持つんではなくて、お金は世の中に十分にあるというように考え方を変えることをお勧めします。続いて人間関係の秘密です。あなたの役割っていうのは自分を大切にすることです。自分を大切にしてください。楽しんでください。自分との付き合いを人間関係で知らなければならないことは当事者は誰かっていうことです。あなたは相手を知るだけでは十分ではないです。まず自分自身を理解しなければならないです。あなたが自分自身との付き合いが楽しくなかったら他の人があなたと楽しく付き合うことはできないってことです。ここでも引き寄せの法則が人生に適用されます。行動っていうのは強力な思考の表れです。痩せたいって思うからジムに行くわけです。行動っていうのは思考の表れなんですよ。自分自身を十分に愛していない時っていうのは自分はとても重要だとか自分には十分価値があるっていうシグナルを発していないことになります。他の人から大切に扱われない状況が続いていくことになっちゃいます。あなたの思考がそもそもの原因です。なのでまずは自分自身を愛して尊敬することです。そうすることによって自分のことを愛してくれて尊敬する人っていうのが現れてくるようになります。まずは自分を大切にすることです。人生の分岐点に立っていると信じてこれからも幸せになっていいとなれると思うことが大事です。続いて健康の秘密です。笑いは最良の薬って話です。乳がんと診断された方がいました。その方治ったんですよ。どうやって治ったかっていうと強い信念を持ってがんはすでに癒されたと心の中で本当に信じました。毎日癒されたことに感謝しますと唱えたんですよ。心の中で癒されて本当に治ったと信じたと。やったことの一つにとても面白おかしい映画を見ることがあったそうです。常に笑い続けたと。人生にストレスを感じる余裕もなかったほど笑ったと。がんと診断された時から治療するまではおよそ3ヶ月かかりました。この物語っていうのは3つの偉大な力が働いていることを証明してくれました。それは感謝の力です。今の自分の周りに感謝すると。2つ目が良くなると信じる力です。絶対に良くなると治ると自分はできると信じる力。そして3つ目が病気を消滅させる喜びと笑いの力です。ここから学べることっていうのは自分は完璧だという思いを抱いてみることです。完璧ではないという思いが病気だったりとか貧困だったり悲しみなどの人類の不幸の原因です。自分は完璧だという思いを持つことです。私は完璧そのものですと強く宣言することをお勧めします。それではまとめいきたいと思います。まず秘密っていうのは何なのか。それは引き寄せの法則です。人生であなたに起きていること、今の人間関係、収入、働き方、性格、すべて自分自身で引き寄せているってことです。人のせいにしたらダメです。自分が思っていること、イメージしていることをすべて自分は引き寄せます。なので今の自分を変えたいんであれば今の自分を受け入れることです。そしてそれができればどんどん人生を変えることができます。引き寄せの法則っていうのは最強の力、変化を与えてくれる武器になるってことです。引き寄せの法則の3つのルールっていうのを解説しました。1つ目がお願いすることです。本当に欲しいものを選択してください。2つ目が信じることです。すでに手に入れたと信じなければいけないです。できるって思うことしか引き寄せないです。3つ目が受け取ることです。一度お願いして受け取ったと信じて実際にそれを受け取ることです。続いて引き寄せの法則で大事なのが感謝の力です。自分が今持っているものに感謝することです。感謝しなければ多くのものを手にすることはできないです。今の感情が嫉妬だったりとか不平不満、後悔が残っているネガティブな感情を抱いている方っていうのは必ずポジティブになってください。ネガティブになるとどんどんネガティブなことしか入ってこなくなります。今の現状に感謝することです。これらの思いを持つことによってどんどん自分の中にポジティブなものを入れていくことができます。続いてお金の秘密です。富を引き寄せるにはお金に対して
してもポジティブになることです。お金なんてとか、お金なんて自分は無理だって思っている後ろ向きの気持ちがお金を拒んでるってことです。お金が入ってくるのを自ら邪魔してるってことです。お金が足りないという思いから、お金は世の中に十分にあるという考え方を変えることです。そう考えることによってお金も自分の元に入ってくるようになります。続いて人間関係の秘密です。あなたの役割は自分を大切にすることです。人のことを気にするよりも前に、まずは自分自身を理解して自分自身を大切にすることです。自分との付き合いが楽しくなかったら、他の人と楽しく過ごすことはできないです。まずは自分を好きになることです。自分はとても重要だとか、自分には十分価値があると、可能性があると自己肯定感を高めることです。俺はすごいできるっていう言葉を使うことをお勧めします。最後、健康の秘密です。笑いは最良の薬って話です。感謝することも大事だし、良くなると信じる力も大事なんですけど、喜んだりとか笑うっていう力はめちゃめちゃ大事です。お笑いを見るでもいいし、自分が笑うでもいいし、自分のことを完璧だという思いを抱いてしっかりと笑うことです。笑うのが一番健康にいいです。毎日楽しく生きることをお勧めします。この動画見ていただいて感想とか気づき、コメントあればメッセージお願いします。チャンネル登録、評価ボタンクリックいただければ励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。たくさん本を出版しておりますので、ぜひ Amazon の書籍ページもご覧いただければと思います。また LINE アットではセミナー情報、無料で有料動画のプレゼントなどをしておりますので、ぜひご登録お願いします。チャンネル登録、評価ボタンのクリックをぜひお願いします。